どうもこんにちは、ピアスのゆみとのんです。今回は庭師の新衣装、宇宙の魔女を使って遊んでいこうと思います。行きましょう。さあ来た。これね、なんとですね、めちゃめちゃこの工具箱のデザインが可愛いけど、なんかな、あ、ジョーだ、ジョーがね、ジョー小屋やってます、小屋今一瞬見えたのが、多分目視されたと思うけど、あ、ロボになったのか。あ、ロボ鏡だったらめっちゃいいんじゃない。うん、オッケーオッケー、じゃあ正面が回そう。義肢使ってる。あ、本当に。でも、全然使わなくなっちゃって、ノンといえば義肢みたいな感じだったのに、ね、もうそんな使わなくなっちゃったんだ。使ったら、その分他のキャラの方が伸びるのかなみたいな。なるほどね。そういうのがあって、虫使ってるかな最近は。でもね、回避したっぽい。あ、でかそれ。いいよ、その鏡回避でロボも壊れてない。これどこ行ったんだろう、いなくなった。いや、多分ね、恐怖小屋のあたりじゃないかな。いる。あ、これ恐怖怖いし、やめてしまう。あ、バリア壊れてしまった。壊されちゃった。いや待って、今気づいたんだけどさ、これめっちゃ可愛いわ、この髪の毛。めっちゃね、ロングなんだよね。囚人似てない、めっちゃ。あ、確かに。衣装のさ、感じはクリスタルパレスの囚人の UR とすごく雰囲気は似てるんだけど、エマさんこんな髪ロングだったっけっていうぐらい髪長いわ。あ、今回の衣装ね、長くなってるのか。そうそうそう、めっちゃなんかハーフかな、上にお団子作ってて、そうそうそう、でそれで下側では下をちょっと下ろしてたみたいな感じの、ちょっと大人っぽい髪型にしてるわ。うわ、うちんない、これ間に合わないな多分。オッケーオッケー。いやでも全然。あ、危ないかも、それ炭鉱。あ、危ない。あれ、あれ炭鉱にタケちゃん出されたわ、鏡その位置に。オッケーオッケー。あれか、ロボを壊したからこっからターゲチェンしてでもいんない。いや待って、俺は僕です、それ。そこにいたのか。いやでもこれ庭師パワー見せつけるしかないな。これ庭師ね、普通にも強いんだよな。これ板倒してって、これバリア張っていんの、今板割ったら突き抜けていく。俺最近覚えた、このハンターが割った板の間にあえて突っ込むことによって最短ルートに行く、これが強いよね。あー、なるほど。そうそうそう、大体生かしたくない方向から板割れた。はい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 、そっち側に突き抜けていってアイテム使うのが割といい。ビビっちゃうんだよね。うん、そうそう。まあでも一発もらって行くかな。今行くわ。オッケーオッケー。いやーでも、あ、足速い、足速い、足超速い、小遠距離。でも追ってるかな。追わないかも。追ってる？あ、まだ追ってるわ。オッケー。うん。可愛い家。うちでも庭師はさ、やっぱお化けのやつが一番好きです、ね。ああ、お化けのやつ、幽霊のやつ。うん。いやでもね、そんな衣装はあんま見かけじゃないけど、それと匹敵する。いや、タケチンしたかも。追ってないんじゃない。あ、タンコまた追ってない。またタンコか。壊されちゃったかな。もういいや、でもないし、ほぼこっち側上がってる。回復したいね。そうだね、骨。あ、いたいたいた。オッケーオッケー。どうもどうも、どうすかこの衣装。ちょっと、これ忙しかった。あオッケーオッケーオッケー。でもなんか囚人に見える、めっちゃ。あ、そんな似てる。服も似てるし、髪の色も似てるし。まあ確かに、エアコンお揃いになるとすごい可愛いかもね、囚人庭師。めちゃくちゃ似てる気がする。とりあえず、いや、ナイスナイス、チェスト見てるわ。これ回復もらった後、まあここ T 字その回そうかな。それでいい感じになれば。結構ヒラヒラしてて可愛いね。そうそうそう。いや、あわよくばこれちょっとね、庭師らしいちょっと椅子壊し粘着決めたい場面ではあるけど、ここは欲張らず回せば多分通電するしな。最近生産する人少ないっていうのもあって、少しの粘着難しそう。まあでもダウン位置次第なんじゃないかな。寄せようと思った時に壊してみたいなのが結構できるから。それで不等分作ってるおかげで。そうちょっといけるもんね。庭師のそう上手い人とねマッチングした時にめっちゃ粘着してくれてて。なんか生放送とか。あ、そう星100個ね目指す時に、もうあと1勝できるか、もう2試合かな。必要な時に庭師の人と当たってめっちゃ。紙粘着してくれて、そのおかげで4通とかしてたから、それ決めたいですね。場面によってはやね、で最近の庭師を使うコツ俺分かったんだけど、このあえて反対とかスキル食らう瞬間で立ち止まって、でゲージ貯めといてちょっと早めに食らうぐらいの方がマジでせかし伸びやすいから、それが本当にねいいんですよね。またタケチェンしてる。またタケチェン、うん、そうだよね。全然本当に上番しないけど、一番しかできんっていうのもあって上番してないんだけど、はいジョー全然来ない。あ、来ない？まあまあそうだな。俺も来てないな。本当に人口が減ってる気はする。やっぱいろんなハンター増えてるしな。そっか、みんなもう推しキャラとかね、使い慣れてるハンターがいるからこそ。確かに確かに。わざわざ戻んないのかな、ジョーに。まあジョー本当にスキル一発も外せないし、スキルを全部当てるプラスアルファしなきゃ、まあ、勝ちきれないからな。あー、でフラフがあるけんね。ちょっといいね、多分。その辺ちょっと昔よりは難しい環境になってるかもしれん。で本当に覚えてる、昔本当にもう芸者とかも強化される前、もうハンター環境で使えるキャラクターといえばリッパークモしかいなかったの覚えてる。めっちゃ昔だよね。めっちゃ昔、シーズン5とかの時、本当にね全然もう今より強いスキルを持った探鉱者と術師だったから、もうこの2人に対抗するのがもう
あ、粘着に対してってことか。いやもうそ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 う、もうハスターとかも存在感ゼロからスキル使えるキャラクターがそもそもクモとリッパーしかいないみたいな感じだったが、本当にその時に比べたらいろんなキャラクター使えるようになったわ。あ、これちょっとコースの早かった、増えた、コースの早かったか、これバレた。あー、俺に鏡は出してこい。あー、絡みつかった、失敗まあいい、まあいい、でもこっち側に逆に落ちてきて、そのダウンされて、なんか下ろされてとかになるとね、めんどくさいんだよね。間違いない。これ、鏡使わせてほしいな。ゲート対決、うん、もうちょっと待つな。うん、まあダウンしたらさすがに来てるけど、読み立ってる、頑張れ。宇宙の魔女って名前やけど、うん、宇宙のその衣装あんま詳しく見れてないけど、なんかね、この帽子かぶってるじゃん、山さんって。その帽子じゃなくて、周りになんかその惑星っぽいものが頭の周りで待ってるよね。宇宙やね、それは、うん、完全に OK。 浮いてますね、頭の周りの点が。いや、俺かな、俺だ、俺だ。かもしれない、これ、間に合うか。あぶね、間に合った、強すぎで、6秒間間に合うから、これ次のポジションいけるな。6秒もバリアついてんの。あぶね、入れ替わった、長いの。うん、鏡回避したわ。あ、で、正面だ、正面。それ誰かいるんじゃない？正面も誰もいないと思う。あれ、いないの？こっち3人いる。あ、そうなんだ。まずい、まず飛んできた。あー、それはまずいね。オフェもボールないだろうな。なんか炭鉱がなんかできないかな、一着で。2人ともやられちゃうかも、ワンちゃん。あー、鏡使ってない、まずい。そろそろクルネも上がる、まだやな。頑張れ。フラホはないか。加速してたかも。あ、オッケー。まあ、なんとか。あ、でもワンチャン回避した。うん。どっちかやられちゃう。そうだね。一応俺正面。そうだよな。うん、開けるかな。正面開けて、で、まあ救助行ってもらおうかな。炭鉱釣る。オッケー。炭鉱は2釣り目だよね。だよね。遠いじゃないよね。からここで俺開けて一緒に救助行こうかな。でオフェンスはもう自分で岸から入るわって。怖いな。絶対そう行かないよね、オフェンスの方ね、すぐには。わあ、どうだろう。起きた。まずいか。あー、やばい。指名手配、かわいそうすぎるな。まあでも、一緒に行くわ。もうガッツリ割れてる。俺いける。あ、でもオフェンス普通にいける、あー、待って、椅子戻ってるけど間に合う。これボールあるよね。オッケー。でかすぎ。ナイス。もうこれね、正面突っ込んだら勝てるよ。あ、ナイス。オッケー。で、オフェンスもこっち側来てる。多分大丈夫。いいね。よし。やーぶね、なんとかなる。で、鏡が大丈夫かな。怪しい。うん。まあ、釣るんだったら絶対大丈夫。打ち当てるよ。あ、まずいか。あー、入った。これまずい。これは待って、俺バイヤーたまらんわ。車使うわ。もう開いてないしな。いや、オフェンスダウンしてる。もうノーマン切れるか。いや、まあ、もうちょっとな。これ、いやでもダメだ。俺バリア6秒使っちゃったけど、無理だわ。もうちょい耐えたっけ。切れる。でも、熱、もうちょい、もうちょい。でも、鏡がある。オッケー。はい。壁。ここ通せもする。うちら二人が。あー、なんとか。ナイス。オッケー。でもこれ鏡たまるじゃない。大丈夫か。あ、いける。なんとか俺が返したい。オッケー。ということで今日は庭師使ってみたということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。